前野さん、こんばんは。今年度の担任の秋元です。こんばんは。わざわざ連絡ありがとうございます。何かありましたか？今日学校に登校されなかったので、気になって連絡させてもらいました。何かありましたか？電話でお伝えした通りなんですけど、学年主任の坂田先生にも連絡してありますし。そういうことではありません。は？ちゃんと担任の私に説明するのが、保護者の責務じゃないんですか？どういうことですか？連絡したと思うんですけど、朝お話ししましたよね。その時もよく意味がわかりませんでした。何がわからないんですか？義足の検査って、どういう意味ですか？そのままの意味なんですけど、うちの娘は義足なので、その定期検査に行きました。新学期の初日と重なってしまってすみません。明日からは行きますから。義足って何ですか？足がないってことですか？そんなこと、保護者にそんな聞き方しますか？違うんですか？まあ、そうですけど、そういうのって、全担任の先生から引き継ぐものですよね。直接聞いちゃダメなんですか？いや、別にダメじゃないですけど、ちょっと聞き方に配慮が足りないかなとは思います。配慮？むしろそっちこそ配慮してくださいよ。はい？私のクラスに義足？いい加減にしてください。そんなの私に対応しろって言うんですか？何を言いたいんですか？ちょっと本当に担任なんですか？新任なのは聞いてますけど、保護者に直接そんなこと言うなんてさすがに非常識すぎるんじゃないですか？非常識はそっちですよね。登校日初日に休ませるなんて、私のクラスに問題でも起こしたいんですか？それについては説明したし、謝罪もしましたよね。私、初めての担任なんですよ。完璧な教室にしたいんです。そうですか。頑張ってください。義足の子。しかも、初日から欠席なんて、スタートから幸先悪いと思いませんか？そんなこと私に言われても。私の理想の教室の邪魔をしようとでも言うんですか？前野さん。それは全く言ってないんですけど。ただ、多様性のある時代の教育ですから、もう少し視野を広く持ったらどうですか？完璧を求めたとしても、完璧の基準は人によって違うものじゃないですか。何を言っているのかさっぱりわかりませんね。というか、一般人のあなたに何がわかるんですか？ただの保護者のくせに。こっちは教育学部卒業した教育者なんですよ。保護者だからってそんなにバカにすることないですよね。私のこと何も知らないんですか？何が言いたいんですか？秋元先生。坂田先生と何も話してないんですか？私は他の人からの情報は信じません。自分の耳で聞いた情報、目で見た情報しか信じません。いや、学校は報告、連絡、相談が基本では。また分かったふりして、恥ずかしくないんですか？自分の娘もまともに育てられないくせに、教育を語らないでくださいよ。そういうつもりじゃありませんし、私は何も間違ったことを言ってると思わないんですけど。とにかく、明日はちゃんと登校させてくださいよ。私の目でしっかり評価してあげますから。評価？何をですか？私の学級にふさわしいかどうかですよ。それって、評価されるべきことじゃないと思うんですけど。何を言っても無駄ですよ。私の完璧なクラス経営の邪魔はさせませんから。邪魔なんて考えてないんですけど。坂田先生、お疲れ様です。ちょっと聞きたいことがあるんですけどいいですか？お世話になっております。何かありましたか？新任の秋元先生ですけど、どんな方ですか？採用基準突破してたんでしょうか？秋元先生ですか？実は今、ちょっと難しい状況でして。難しいってどういうことですか？秋元先生、理想の教育というか、教師像や生徒像がはっきりしているようで、他の教員からの助言や連絡も全く聞き入れず、自分で勝手に判断して行動しているようなんです。そうだったんですね。坂田先生の方から副校長に相談などしてますか？まだ始まったばかりで、学校も今日が初日だったので、少し様子を見てから相談しようと思っていました。それじゃ遅いんですよ。そうですよね。申し訳ありません。何かが起こってからじゃ遅いんですからね。必ずすぐに相談するようにしてください。わかりました。すぐに対処させていただきます。ご心配おかけしてすみません。それと、うちの娘は明日登校日なんですけど、何事もないように見ておいてくれないかしら。あの新任教師が何かしでかすんじゃないかって不安なのよね。あの人の様子を聞いていると。
娘さんにはちゃんと伝えましたけど、学校やめてくださいね、さっさと。どういうことですか？義足の娘を見下して、登校初日に退学勧告してくるなんて、それが担任教師のやることなんですか？私の教室に入っていい子供は私が決めます。私の生徒に足の悪いガキはいりません。それが私のあなたの娘への評価です。ということで、もう出てこないでくださいね。学校もさっさとやめて。何言ってるんですか？そんなこと言うなんて正気なの？正気に決まってるでしょ？足のない生徒はお断りです。お宅の義足の娘さんに学校を来られると迷惑なんですよ。私のクラスの生徒とは認めないので、今日で退学で。絶対許さないから。いいから、二度と来るな。本気の制裁を下してやるからね。覚悟してな。そんなこと言われても、怖くもなんともないですよ。私は自分の理想のためにやってるんですから、邪魔者がどこかのタイミングで出てくるのは、正直、想定内なのよね。私の仕事は、そういう反乱分子を逐一消すこと。何を言っているのかわかりませんけど、あなたの発言も行動も、教師であるべき人間のそれではありませんよ。いや、一般人のあなたに何がわかるって言うんですか。私の方がプロだって言うのに。学校の創始者の名前、覚えてますか？え？面接も、入社してからの顔合わせもオンラインだったし、マスクもしてたから厳密に覚えてなくても仕方ない。でもあなた、自分の立場わかってますか？学校の創始者って何？知らないけど。新任研修も真面目に受けてなかったんですね。創始者の名前は前野総一郎。私の祖父です。え？私の名字も前野ですけど、ここまで聞いてもピンときませんか？ちょっと待ってください。私も理事長として、あなたの面接や採用に少しは関わったんですけど、記憶も完全になさそうですか？理事長ですか？そうですよね。そうだったかもしれません。申し訳ありません。思考が混乱していたようです。そういう問題じゃないですよね。あなたの発言は教育者として認めがたいものです。あなたのことを採用したことを深く後悔します。すみません。前野さんが理事長先生だなんて思わなかったんです。てっきりただの保護者かと思って。私の役職を知って大慌てみたいですけど。私がただの保護者だったとしても、すべき発言じゃなかったですよね。申し訳ありません。悪気や悪意は全くありませんでした。理想の教育に少しでも近づけようと心がけたのですが、方向性を少し誤っていたようです。深く反省させていただきます。そうですか。分かってくれれば嬉しいです。でも、私の娘の受けた心の傷に対しては絶対に許さない。ちょっと待ってください。それに、あなたのふざけた発言で、私の心も傷を残しましたよ。そんな人間が担任なんてできるわけないですよね。私だって絶対に無理です。え？絶対に無理？あなたが手のひら返ししてきたところで遅いと言っているんです。あなたのことは速攻で解雇させてもらいますから。そのつもりで思っておいてくださいね。そんなことありえないし、私は真面目に教育に取り組んでいただけなのに、私の真剣な気持ち分かってくれないんですか？分からないというか、分かりたくもないわ。え？どうしてですか？ふざけるのもいい加減にしなさいよ。あなたのような人間をうちの学園に置いておくわけないでしょ。雇っている理事長としても、保護者としてもお断りです。即日解雇を言い渡しますから、もう出社してこなくても構いません。出社しても退職手続きだけしに来てください。子供には、もう会わなくて結構です。冗談ですよね。このタイミングで冗談なんて言うわけないでしょ。あなたの顔も見たくないってことですよ。理事長先生ともあろう方が一時の感情で判断しちゃダメですよ。私みたいな教師が必要だって、いずれ理事長先生も分かってくれるはずですよね。何を言ってるのか分かりませんし、分かりたくもない。自分の教育論を活用して教育に当たるならまだしも、教育の知識ばかりを当てにして、子供たちを思い通りの完璧な子に仕立てようとして、恥を知りなさい。教育者としてね。分かりました。反省します。そんなあっさり言ってますけど、本当は反省なんてしてないんじゃないですか？してますよ。二度とこんなことしませんから、私のこと信じてください。悪いんですけど、解雇は確定です。なんでですか？こんな簡単に解雇なんて、教育委員会に訴えますよ。勝手にどうぞ。どちらにしても、こちらからも教育委員会に報告があるし。え？どういうことですか？他の保護者からも報告が上がってるんですよ。たった二日でここまでやらかすなんてね。他の子供も含めて、全員をランク付けして、
クラスの最下層の子たちは上の子の言うことを聞くですって？そんな馬鹿げたことやらせるわけないでしょうが。でもそれは違うんですよ。子供たちが嘘ついてるだけで。保護者複数人が同じこと相談してきてます。教育委員会に相談しますから、そこで正直に話したらどうですか？それでなんとかなったら仕事を戻れます？はい？戻れるわけないでしょ。え？あなたはもう完全にクビです。あなたを雇うことはありません。事故で片足がなくなったうちの娘に対して、足のない生徒はお断りです。ですって？バカにすんのもいい加減にしろ！こっちこそ、常識のない教員はお断りです。それじゃ、クビですからね、非常識教師さん。その後、実は秋元先生は、子供たちに対して、もっと悪質なこともしていたということが判明。教員免許の剥奪もされてしまい、一生教育関係で働けなくなってしまったようですよ。変な人間を雇ってしまったことで、テレビでも放送されて、一度はピンチに陥った前野さんの経営する学園でしたが、きちんと情報は訂正されて、また平和な日常に戻ったのだとか。娘さんも、意地悪非常識な秋元さんから、他の優しい先生に担任が変わって、大喜びで学校に行っているんだそうですよ。結果的には良かったですね。